フェルディナント・アルブレヒト2世は、ブラウンシュバイク・リューネブルク公の一人で、ベーベルン公。オーストリアの軍人として活躍し、最晩年の1735年に、ボルフェンビュッテル公になった。ブラウンシュバイク・ボルフェンビュッテル・ベーベルン公、フェルディナント・アルブレヒト1世の4、男として生まれた。スペイン継承戦争では、神聖ローマ皇帝レオポルト1世側について戦った。 1704年に皇帝の副官に任じられ、1707年には少々に、1711年には、純元帥となった。1716年から1718年のタイオスマン帝国戦争では、おい元孔の下で、ベオグラード包囲戦やペーターバルダインの戦いに参戦し、コマールノの,の要塞の司令官を務めた。1733年には、元帥となった。 いとこで衆都でもあるルートビヒレドルフが1735年3月に死去すると、フェルディナント・アルブレヒトは、ボルフェンビュッテル広告を相続し、元帥の職を辞したが、6ヶ月後に、自身も死去。ボルフェンビュッテルは、長男のカール一世が、ベーベルンは、弟のエルンスト・フェルディナントが相続した。1712年に、いとこである。 ブラウンシュバイク・ボルフェン・ビュッテル・コールート・ビヒルドルフの娘アントイネッタ・マーリエと結婚した。二人の間の子供は次の通り。ありがとうございます。